そしてパワートラックの側面に組み立てた台車の側面を取り付けるんか。あ、ちゃんと動きますね。こんばんは、しげもんです。前回の動画でこの後ろに見えてる天正堂の T エボリューション雲や145型、これを開封して見てみましたね。 T エボリューションは天正堂の新シリーズでプラスチック製のディスプレイモデルになってます。単体では走らせることができないんですけど、この前にあるコアレスパワートラックと走行化パーツキットね、この2つを組み合わせることで動力化して走らせることができるっていうことやね。今回はそれをやっていきます。パワートラックは以前の動画で開封してちらっとだけ中身を見たんですけど、改めてパッケージはこうですね。でパッケージの裏側はこうやね。パワートラックとはという説明が書いてます。 N ゲージには同様の装置はないと思うんですけど、台車部分にモーターが入ってて、その台車単体が動力になるっていう装置やね。でパッケージ側面よ、コアレスパワートラック 26P、車輪のサイズとかで多分ラインナップが異なってくるのかな。では開けていきましょう。パカッと、前の動画でも開けたんですけど、いきます。オープン、ジャッと。中にはペコペコパッケージにパワートラックが1つ入ってますね。出しましょう。よ、そしてよ、動力が入ってるんでそれなりの重さはありますね。はい、出ました。これがパワートラック。台車なんですが、この真ん中にモーターが入ってて、これ単体で走行できるっていうことやね。まあ、終電盤はついてますけど、トレーラー台車からの終電ができるみたい。裏側は？なるほど。あと付属品も見ていきます。この中に入ってるんやね。よっ、中にはウエイトやね。ウエイトが3つ入ってます。あとスペーサーのランナーですね。あとはネジ関係がまとまってる袋ですね。いっぱい入ってるんで、これは作業中に見ていきます。試しにパワートラックだけ動かしてみよう。これね、よっ、乗っけた。そしてよっ、あ、すごっ、ちゃんと動きよる。よっ、あ、結構スムーズに動くんやね。へえ、ギュッと。あ、面白いですね。これあれやね、トーマスの貨車とかに仕込んで走らせたら面白そうやね。なんかいろいろネタに使えそうですけど、今回は雲屋に組み込むと。あと走行化パーツキットも開けていきます。中は車輪が4つ見えてますよね。通電関係のパーツが入ってんのかな。あ、でもなんか面白そうですね。こういう工作好きですね。よっ、ジャッと。中に入ってんのは車輪が4つやね。うん。あとこの下に入ってんのは、よっ、あ、終電盤か。こんな感じで入ってるんや。自分で切り出して折り曲げるっていう感じか。まあ、これも見ながらやっていこう。そしてこっちにもウエイトが3つ入ってますね。ウエイト大事。そしてこれは軸受けの部分かな。あとネジ関係も入ってますね。これも取り付けながら見ていきます。はい、車輪を寄ってみますけど、まあ車輪は普通の車輪やね。でなんで4本入りなのかというと、動力なしのトレーラー車にしたい場合はこの走行化パーツキットだけで OK やね。動力を入れたい場合はパワートラックと、でこれに付属の車輪2つを使うっていうことやね。今回はパワートラックを使うんで車輪2つが余るっていうことやね。よし、じゃあ前置きが長くなってますが動力化やっていきます。まずは雲や本体を分解すると。これ前の動画でもやりましたが、ボディ側面を外側に開いてこの床下を外すっていうことやね。よいしょ、パカッと。これでボディと床下が分かれます。そして台車を分解して外すんですが、この台車側面のパーツがこの本体部分ね、ここに横からはまってるっていう感じかな。ちょっと見えにくいけど、この部分ね、ここにスリットがあって台車のパーツがはまってるんですよね。上から見るとこうやね。ここにはまってるパーツを外すっていうことやね。やってみよう。見えにくいけど、よっ、あ、なるほど。あ、上からドライバー入れると簡単に外れますね。こうですね。あ、車輪もついてきた。これで台車が分解できましたね。そして取り外した台車のこの部分よね、本体にはまってた部分、ここを切り落とすみたいです。今回は普通にニッパーで切り落とす。あとは必要に応じてヤスリで整えると。こうやね。
反対側も同じようにカットします。パチッと、はい、こうです。そして台車の裏側にコアレスパワートラックに付属している軸受けパーツね、これをはめると、よっ、お、びっちりはまります。そして同じくコアレスパワートラックに付属しているネジでこの中央部分を止めると、よっ、ここをネジで止めると。なんかネジ止めは結構固め、まあ、この作業中に台車を折らないように注意は必要かも。こうですね。そしてパワートラックの側面にさっき組み立てた台車の側面を取り付けるんか、こうやね。あ、なるほど、これは上からネジ止めするっていうことやね、まあ、ちょっと見にくいけど上からネジ止めします。で、多分ネジ穴が切られてないんですよね、が結構力はいるかな。ギュッと、はい、取り付けましたね。まあなんとかついたかな。でも引っ張ると簡単に取れそうな気もしますけど、引っ張らないでおきましょう。同じくね、反対側も取り付けます。同じく反対側の台車も軸受けを取り付けるよ。そしてパワートラックに取り付けるよ。はい、これでパワートラックの側面に台車の側面パーツを移設できましたね。こうです。で、ネジ止めしてるんですけど、そんなに強度はないかな。落としたりするとパーツが外れそう。ネジの溝がないんでしっかり止まってないんかな。ちょっと心もとない感じはしますけど、丁寧に扱います。続いてもう一つの台車も加工します。こっちはパワートラックじゃなくてトレーラー台車やね。走行化パーツキットについてる軸受けメタル、これを軸部分にはめる。キュッと、これもちゃんとはまる。こっち側もよっ、キュッと。そして中央部分に元の台車についてたボルスターを戻すと、ピュッと。そして中央部分をネジで止めるとよっ、はい、こうなりました。そして走行化パーツキットについてくる終電板、これを切り出して折り曲げると、パチ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 、はい、切り出しました。これを説明書のイラスト通りに折り曲げます。ちょっと分かりづらいけど折り曲げました。そして終電板をさっき組み立てた台車に取り付ける。この部分ね、終電板が軸受けメタルに接触するようにここにはめるようになってるんですけど、こっちのボルスター側にカチッとはまるようになるみたいなんですが、若干終電板の方が大きいのかな。あ、はまったかな。ちょっと見にくいと思うけど、ボルスター側に爪があるんですよね。そこに終電板がカチッとはまるようになります。爪にはまるまでが若干硬いですが、ギュッと押し込むとちゃんと固定されますね。あとは折り曲げた終電板がちゃんと両側の軸受けメタルに接触している必要があります。そして反対側ね、今度は先に終電板を取り付けてみた。そして台車側面を取り付けるんですけど、これネジ止め難しそうやね。この状態でこの中央にネジを止めるのか、ここをネジで止めるのか。垂直にネジを締めれないんでちょっとやりにくさはあるけど、場合によっては完全に接着剤とかで止めた方がいいかもしれないですけど。そして終電板に接触するように軸受けメタルをはめるよ。反対側もよいしょ、よ、これでできましたね。あとは車輪をはめ込むんやね。若干広げながらか。ついた。反対側もよいしょ。この時に若干終電板がずれるんで戻す必要はありますね。はい、車輪つきました。これで台車の方は完成かな。あとは台車を元に戻します。ここにはめてよ。そしてこっち側からワッシャーとネジで止めるんやね。こっちから締めるよ。これでついたかな。はい、台車つきましたね。そしてもう片方はパワートラックね。これも同じように取り付ける。パワートラックはちゃんとネジ穴が切られてるんでやりやすいねよ。あ、止まった。こっちもちゃんと首を振ります。おお。あとは付属のウエイトを乗っけていきます。だいたい動力車にはウエイトが6つ、トレーラー車には3つ必要だそうですね。今回は両面テープで貼り付けていきますよ。はい、ウエイト詰めましたね。こうです。
パワートラックの終電盤の頭がここに出てるんですが、これは配線を使ってこっちのねトレーラー台車から終電することもできます。こっちからピョーっと線を伸ばすっていうことやね。今回はそれはせずにパワートラック単体で終電します。あとはボディを戻すんですが、その前に一回走行テストだけしてみます。走ると思うんですけどね。では行きます。よっ、あ、ちゃんと動きますね。パワートラック単体で走らせるよりウエイトがあるんで安定してますよね。それでもだいぶ終電は不利やと思うんで、本当はこっちから配線した方がいいと思うんですが、今回はこれでいきます。よし、じゃあボディを戻しましょう。よいしょ、はい、戻った。裏側こうやね。これで動力が完成っちゅうことやね。はい、というわけでちょっと長くなりましたが、 T-Evolution のクモヤ145にパワートラックを組み込んで動力化してみましたね。作業工程はそこまで難しくはないんですが、ネジ止めとかね、あと終電関係が若干シビアやったりするんで、そこだけ注意すれば問題なく走りますね。基本説明書通りにやったんですが、走ればいいと思うんで、いろんなやり方でやってみるのもありやと思います。今回はクモヤ1両だけなんでパワートラック1つしか使ってないですが、編成が長くなる場合は車両2両につきパワートラック1つが目安みたいですね。そんな感じかな。でもこのパワートラックってなんかいろいろ遊べそうですよね。製品の詳細に関しては動画下の説明欄にリンクを載せておきます。気になった方はぜひチェックしてみてください。終わり。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますんで、ぜひよろしくお願いします。ではさよなら。